Market Scramble。 月曜夜はマーケットスクランブルよ。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。フリーアナウンサー大橋ロコです。今夜のマーケットスクランブルは3ワード貿易の松永さん、よろしくお願いします。松永です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして陳長貴さんです。こんにちは。あ、じゃない、こんばんは。よろしくお願いします。突然下の名前を言うの忘れてしまった。今年最後ですし、今年最後の締めの放送なんですけれど、はい、本当にあの今日が今年最後の放送ですけど、あの2018年振り返るとかなりあの、うん、ヘッジファンドも苦労した1年だったというふうに、ね、言われてますよね。株式市場もちょっとこういいのかなと思いきや、こうどんと振り落とされて今乱高下、そしてコモディティでも、まあ、陳さん金とか冴えなかったですよね。そうですね、年の初めはね、はい、商品需要盛り上がるなんて期待が一部あったんですけど、ポシャっちゃいましたね。ポシャっちゃった。それから原油はね、暴落したしね。10月ぐらいまで良かったんですけど、その足元ね、年後半に向けての暴落はすごかったですよね。すごかったです。はい、これもね見事にお取りになられたということなんですが、ここからどうすべきかというところがポイントになってくるかと思いますので、まあ、年末年始に向けてここから原油、ゴム、それから穀物、そして貴金属、ちょっと最後にはね、はい、新興国通貨など FX のポイントなども今日も盛りだくさんの内容でお届けしてまいりますので、お付き合いいただければと思います。ではまず前半、松永さん、はい、はい、よろしくお願いします。まずは原油市場、まあ、先月下旬よりまあブレンド原油が58ドルから63ドルのボックス圏相場、はい、まあ、大変荒い値動きをしているのですが、まあ、先週末のオペック会議でですね、ようやく日ロ120万バレルの協調減産、そうですね、120万っていうのはどうなの、微妙な数字かな。ですね、まあ、EIA の発表ではですね、はい、オペックが150万バレル減産して2019年が需給均等だとしたらちょっと足りなくないですか。まあ、カナダがね、はい、今月になって32万バレルの減産を表明してますので、あ、そうですか、まあ、それと足せば EIA のその計算では需給均等、あで、はい、ロイターの換算ではですね、はい、まあ、今回のそのオペック総会で120万バレル減産したら需給均等になるだろうというのは言われてたんですよ、はい、だからまあ今のところ計算上では来年は需給均等かな、供給過剰は解消されるということになると、じゃあもう少しこれ反発の余地はあるということになりますか。でブレンド原油チャート見ていただくとですね、はい、2ヶ月で一気に29ドル下落してるんですね。いやすごかったですね。で反発がもうほとんどないものですから、まあ私個人的には3分の1戻し、はい、まあ、水準では67ドル、はい、その水準あたりまではまず自立反発するんではないかなと、はい、これは自立反発、自立反発、まあ、減産もあったしということ、あったしということで見てます、はいはい、で次にそのニューヨークダウ、はい、これもですね、先週そのオペック総会で減産発表で一気に油が上がったのですが、ダウが558ドル安となって、うん、そうなんですよね、上げ幅が半分になっちゃったんですよ。これちょっとね、別の、ね、要因で米中の貿易の、ね、ファーウェイの問題とかありました、うん、だから、はい、まあ、これで、まあ、今上値抵抗線と下値抵抗線の間で、ボックス圏相場してますけど、はい、まあ、個人的には先週末も中国の対米貿易黒字が過去最高、はい、まあ、トランプさんがあれだけ頑張っててもまた中国の対米黒字がね、うん、減らないと、だから3ヶ月先送りしましたが、はい、まあ、3月1日 の、 期限の米中通商交渉、はい、その前にまた、ね、貿易摩擦が高まって、はい、ちょっと株式市場は下抜けの可能性の方が高いんじゃないかと。ああ、株が下抜けるとちょっと原油も大丈夫かなっていう、そうなんですけど、はい、まあ、3分の1戻しあたりはするんではないかと聞いてまして、はい、まあ、次にその米原油在庫と、まあ、米戦略石油備蓄、はい、でこのグラフがありまして、まあ、その9月半ばから2ヶ月間で 15% ほどアメリカの在庫が増えてるんですよ、はい、まあ、この間が不時要期ということで、はい、まあ、それにプラスしてトランプさんが油を下げるために10月1日から政府の戦略石油備蓄の放出を始めたんですよ、はい、まあ、これで
どんどん在庫が増えちゃったと。これが民間の在庫に民間の在庫が増えた、上乗せされちゃってたってことですね、はい、でそれでちょっと油がどんどん下がったのですが、でその戦略的備蓄の放出が先月末で終わりましたし、11月までだったんですね、はい、でこの在庫のグラフを見ても先月の発表からようやく11週間ぶりにですね減少に転じているんですよ。青いところがね、ピコッと下がってきました、うん、はい、でまあ、12月1月が冬のエネルギー需要のピークですから、はい、これから2ヶ月間は減少傾向強まりそうだと。で次のグラフあたり見ていただいてもすると、はい、その米原油在庫と製油所稼働率、はい、でこれ夏場にはピーク時で 98% まで高まりましたけど、オレンジ色の方のグラフですね。で秋にはその、はい、88% まで低下しまして、はい、製油所があまり回ってない状態になったのでどん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 在庫が増えたと。これちょっと不需要期だったからね、うん、製油所を休んでた。そうなんですね、はい、でここに来て 95% まで急激に上がってるんです、はい、これが冬の暖房用燃料需要の走り、はい、でこれから今月来月と97、98、この辺りで推移すると見られているので、はい、まあそのアメリカのその在庫ペースはこれから2ヶ月間はどんどん減っていくと。じゃあこういう数字を見つつ、まあ、反発になっていくのかなということでしょうか、ね、あとはそのマーケットの限界なんですが、はい、まあ、入国原油におけるファンドポジションのグラフがありまして、はいはい、まあ、春先には一度ファンドの買い越しが73万枚まで膨らみましたけど、はい、先週の発表で34万枚まで減りまして、は今年最低を記録してるんです。あ、かなり整理されましたね。そうですね、ここで注目は、はい、昨年は32万枚まで減ったのが、はい、昨年の最低の買い越し枚数なんですね。あ、はい、まあ、その時にニューヨーク原油も42ドルまで下がって昨年の最安値をつけましたので、はい、そのファンドの改ざんの最低ポジションというのはやっぱり底値になるんですよね。ほぼほぼ同じですね。ほぼほぼ、ね、で今回そのOPEC総会が増産を決定して、はい、それから油が少し上昇に転じてきてますから、減産ですね、はい、だから先月の発表時で、はい、おそらく今年の最低買い越し枚数だっただろうと、はい、なら油はやはりこの間の安値が、まあ、そこね、安値はできたかなと、できたかなとは見てます、はい、じゃ あのトコムの東京ドバイ原油をトレードするにあたっても戻りも期待できると。で、ね、はい、でまあ、このチャートを見ていただいても4万円ラインというのは一つの抵抗線になってまして、はい、まあ、今年の春先も何度もここ割れても知れてまして、そうですね、はい、うん、で今回この2ヶ月間で2万7000円も下がってるんですよ。下がりましたね。すごく下がりまして、はい、だからまあね、そんなに私強気してるわけじゃないんですが、はい、ここも3分の1戻しのラインが4万9000円、4万9000円ぐらいが3分の1、まあ、自立半島の範囲内 で戻りです。十分戻りありだろうと、はい、で今回もOPEC総会で減産決まったし、はい、ちょっと狙ってみてもいいんではないかと、まあ、下の余地はあまり大きくないということですね。そうですよね。で、まあ、警戒すべきはやっぱり株式、はい、また、ね、すごい暴落になったら一時的にというのはあるかもしれないが、まあ、大幅に下がってきたので自立反発は狙っておこうと、はい、そしてここに来て注目銘柄、最近話してなかったのですが、はい、天然ゴム市場、ゴムずっと下がってるからもうやる気にならなくてみたいな人多かったと思うんですけどね。そうなんですよ、はい、でそうなんですけど、はい、まあ、先月20日で私の考え方はゴロッと変わりましたですね。おっと、はい、でこの東京ゴムの週足を見ても、はい、150円ラインというのはやはりこの近年のね、下値抵抗性なんです。で今回もそこで弾かれて今160円という水準ですから、この150円がこの間の底値だったのかなとは見てます。はい、ただまあその東京ゴムの東を見ていただくと、はい、年初から綺麗な右肩下がりの割れ抵抗性と下値抵抗性、まだこのチャンネルの中ですね、うん、はい、でこれが、今週160円後半に入ってきたら、はい、上値抵抗性を突破する形になるんで、はい、まあ、上昇トレンドに転じる。あ、じゃあ今週あたりの動きは非常に大事ということになりますね、うん、動き出すのはおそらく来週からだとは思うのですが、はい、まあ、買うのは今週までかなとは見てるんですね、はい、でそして現地価格、次にその産地価格、はい、産地、はい、まあ、現在その1キロあたりですね44バーツしてるんです、はい、で生産コストが青いライン 51.5 バーツと言われてるんですよ、はい、だから生産コストを大きく割り込んでるんですが、はい、今年の11月20日、先月20日にですね、まあ、タイ政府がまあ
生産者を保護するために、はい、615億円相当の助成金を承認したんです。お、はい、まあ、それよりも注目したのは同日にですね、タイ政府の要請を受けて、その輸出大手5社が最低価格を出したんです、はいはい、天然ゴムの、はい、で RSS に限っては40バーツ、おー、はい、今現在が44バーツ、はい、で40バーツ以下では輸出しないよという形になりまして、はい、まあ、そこから相場が反転しだしたんです。下値余地がね、もう4バーツぐらいしかないわけですから、うん、この間その150円まで東京ゴム下がったけど、そこから反発しているのはこの理由なんですね、はい、まあ、その後インドネシアもテコ入れ策を発表してきてますから、はい、まあ、ちょっと相場が変わってきたんではないかと。そうすると大きくトレンドが転換する可能性もある。ある、ある。で、はい、次 あのグラフを見ていただくと、はい、これがその東京ゴム TSR20 におけるファンドポジション、はい、で大々色がファンドポジションなんですね、はい、で青色が、あ、大々色が商社のポジション、大々色は商社ね、で青がファンドポジションですね、はい、でファンドポジションは先月20日時点で407枚の売り越しでしたが、はい、今でも1200枚ぐらい売り越ししていると。あ、まあ、テクニカルを主に動くので、はい、下がれば下がるを売ってきていると、うん、ここで一番注目すべきは先月20日までで、600枚近く売り越しを持ってた、うん、もう最も売り大手だったファンド、あ、商社ですね、商社、はい、たった数日1週間もかからない間に買い越しに変わってるんですよ、うん、はい、急激にポジション変わりまして、はい、で商社というのは基本的にヘッジャーですから、はい、ヘッジ売りかけてなんぼという世界、基本的には売り方なわけですね、うん、それが買いに変わるというのは稀ですし、うん、はい、ね、たった1週間で売り大手から買いに変わったというのは、うん、結局そのタイとインドネシア政府がテコ入れ策を出したと、うん、それとそのタイの輸出大手5社が最低価格を出してきたと、はい、もう下をないと見て商社が一気に方向を変えたんですね。あ、はい、そして、はい、注目は今月16日、何かあるんですか。国際参加国協議会、はい、でタイとインドネシア、マレーシアが集まって、はい、今回の会合では輸出削減策をするかどうかを話し合うらしいんですよね、はい、でこの3カ国の天然ゴム生産は世界生産の7割を占めるので、はい、この3カ国会合で何らかテコ入れ策が出たら、はい、大変大きく動く可能性があるんです。あ、で今回輸出削減策を話し合うということでしたが、2016年2月、はい、で当時東京ゴムが140円台半ばまで落ちてきた時に、はい、輸出削減策が決定したんですね、はい、まあ、それで2ヶ月間で60円ほど東京ゴムが暴騰したことがあったんです、はい、で今回も参加国会合で輸出削減策が決まるようであれば、はい、かなりの上昇を見込めるんじゃないかと、はい、でまあ、今回の場合に限ったらタイ政府は独自でテコ入れ策出したし、はい、インドネシアも出してきたと、はい、ならば参加国会合ではかなりの高確率で出していくことが出てます。はい、じゃあ大相場発展前夜みたいなのが今週ですか。す、はい、はい、ということでもう一つ、あ、トウモロコシのチャートがありますね。これはですね、線引いてる、3ドル78セント、378セントですね、はい、まあ、ここが生産コスト、ここを超えると農家の売り圧力が高まります、はい、で、中国は米国産大豆の約3分の1を購入している国なんですね、はい、まあ、米中貿易摩擦が、3ヶ月先送りされましたけど、3月1日近づけばまた、ね、貿易交渉相当、ね、懸念されています。でこれで決裂するようであれば、ね、来年のアメリカの大豆の作付けが相当減るだろうと、余剰感が出ちゃうからね、だからトウモロコシの作付けが相当増えると。うん、でも合意してアメリカが大豆の、あ、中国が大豆のその関税を引き下げたら、はい、今度は大豆の面積が増えて、はい、コーンが減ると。だからどっちに転ぶか今分からないよと、はい、だから海外のファンドもどんどんポジション引いてまして、はい、今ちょっと売りができないねと。おお、なるほど。ただまあ、はい、コストを超えたらちょっと売り物出てくるよというぐらいで、はい、だからまあ3月1日の通商交渉の期限、はい、まあ、その間近でもう一度考えればいいぐらいかなと見てます。はいはい、ということで大注目は原油の戻り、あるいはゴムですね、ですよね、生産国会合で、何が出てくるかということですね。そうですよね、その2つが注目かなと見てます。はい、ありがとうございます。前半は松永英樹さんにお話を伺いました。一旦コマーシャルです。Thank you.
Market Scramble。 さあ今夜のマーケットスクランブル後半は陳朝基さんにお話を伺っていきます。陳さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあもう12月というと、はい、アメリカの FOMC で金利がどうなるかということがね、はい、最後の大きなイベントかなと思うんですが、ここへ来てですね、はい、まあ、その金利に対する姿勢が若干変わってきたかなというところですね、はい、先週末あの11月のアメリカの雇用統計発表されまして、はい、非農業部門就業者数が 15.5 万人、はい、予想の20万人をかなり下回ってしまったんですね。で失業率は 3.7%、まあ、これは良好なんですけど賃金がちょっと伸び悩んでですね、うん、これは前月比 3.1% で変わらず、うん、ということで、まあ今年4回目の利上げ12月やるにしても2019年の利上げペースは若干落ちるんじゃないかという見方が強まってるんですね、はい、はい、12月の利上げというのはまあほぼほぼ織り込まれているとはいえそうなんですね。あのちょっと CME のフェドウォッチを見るとですね、これがまだでも実 73.2% しかないんですね、ちょっと低めですよね、うん、通常利上げ見通しが確実であればですね、うんうん、85%、まあ、少なくとも 80% は言ってていいはずなんですけど、はい、まあ、73% にしか過ぎずと、うんうん、でこれこちらの表はあの雇用統計発表される前に作った表なんですが、はい、雇用統計発表後に2019年3月の利上げ見通しを見るとですね、はい、赤いラインあのこれ12月の金利と同じなんですけどこれが 56.7% まで増えてですね、はい、水色の 33.2 が 24.6 まで低下してるんですね。あ、じゃあ利上げ3月はもしかしてないかもと思う人がちょっと増えちゃったんです。そうですね、なさそうですね。これだけ低いというのは織り込み 20% 台だとやらない感じですよね。そうですね、まあ、あの FRB、ね、パウエル議長さんほか複数の高官も中立金利状態に、はい、言及 しだしておりまして、はい、まあ、ある議員なんかはあのメンバーは12月の利上げはちょっと控えた方がいいんじゃないかという方も出てきてるんですね、はい、まあ、そういった状況からですね、アメリカの長期金利それがね 3% って固いと思ってたんですけど、そうですね、あっさり割れちゃいましたね、はい、まあ、3.2% 台後半、まあ、これダブル天井トップ、うん、トップをつけて、ね、はい、直近では 2.84% と急激に低下してしまったんですね、はい、まあ、ドルインデックスもこれ 96.5 ポイントということで、まあ、大体97ポイントで大体今年目先天井打ったような感じですね、はい、ということで、金利低下ドル安ということになってくると、まあ、あのいろいろと心配されるのが今度金利差イールドというのが、ね、はい、先週話題だったんですけれども、はい、このアメリカの2年債利回りと5年債利回りが逆転をしてしまいまして、はい、直近でもマイナス 0.015 ということで、下回っておりますね、はい、で10年債にしてもですね 2.84%2年債が 2.71% ですからもうフラットに近づいてるんですね、はい、まあ、これによってアメリカの何でしょう景気後退がかなりの確率でマーケット参加者はあの見てるんじゃないかって意識し始めた、はい、っていうことですね。そうですね、まあ、すぐにねあの、もう景気後退するわけではないんですけれども、ね、過去の経験則から、ね、そうですね、こうなるといずれなるよっていうのを織り込み出したっていうことなんですね、はい、そうですね、はい、となってくるとちょっと株式市場もこれまでのようにイケイケどんどんではないですか、うん、と思いますね、はい、あのニューヨークダウの、これ冷やしでいいんですね、はい、冷やしをご覧いただきますと、はい、これ2016年11月トランプさんが大統領勝利選挙してからですね、うん、トランプ相場が始まったわけですけれど、随分上がりましたけどね、ここへ来てその緑のライン200日移動平均線、はい、これを割り込んできたんですね、うん、で2万5 4000円ドル台ということで、まあ、まあ、巷今話題になっているのは米中貿易戦争、はい、これがさらに強まってさらに長期化するっていう懸念が出てますよね、はい、であと中間選挙で負けましたから来年はねじれ議会、はい、ということでトランプ政策がこうスムーズにいかなくなってしまった、はい、で減税第1弾が剥落して減税第2弾を打ち出そうとしたところ、ね、まあ、ねじれ議会なんでこれもちょっと拒否されるだろうということで、まあ、株式市場、まあ、だんだん上値が重くなってくるんじゃないかということで、
かなり調整場面に遭遇することが多くなってくるんではないかと思ってます。はい、はい、ということになってくると、はい、安全資産の金ゴールドは注目が高まると見ていいんでしょうか。はい、いいと思いますね。はい、まあ、あの今年19日の FOMC が終わった後、どうなるかということなんですけど、はい、まあ、今まで上値抵抗線と見てきた1250ドル、これをちょこっと上抜いてきたんですね、はい、この緑のラインですけれど、で金の ETF もですね、直近では759.73トンと760トンまで増えてきまして、はい、まあ、徐々に、金投資への、まあ、意識が出てきているかなというところが出てきたと思います。はい、はい、まあ、ドル安ということになってくればね、またね、あの金高っていうふうに見てもいいのかなと思うんですが、ですね、じゃあ東京金も強気で見ていいですか。はい、いいと思います。トレンド綺麗ですね、こうやってチャートを見ると、8月15日この下ヒゲのところをボトムとしてですね、はい、綺麗な上昇トレンドラインが今引かれてまして、そして200日移動平均数を上回って4500円台今入ったところなんですね。はいはいはい、ということで、まあ、あの年初の高値と安値の半値押しがだいたい4450円ですので、はい、まあ、これを若干今上回ってきたと。おで金ってだいたい動くとき100円単位で動きますので、はい、今度は目先の上値目標値は4600円になったと見ております。はい、はい、ということで、今年の高値がね4700円から800円ぐらいまであったということを考えると、はい、そこをターゲットにするようなトレンドを作っていると、ええ、そうですね、はいはい、見てもよろしいんですかね。はい、来年前半にはそこを目指していくと予想しております。はい、ということでいよいよ、まあ、不遇の時代だった金が、はいはい、脚光を浴びる時代がやってくるのかというような相場環境になってきたんですが、そうですね、こうした環境の中、まあ、通貨での FX トレードではどういったところをポイントに見ていけばよろしいでしょうか。はい、まあ、今年総じてドル高ということで、はい、新興国通貨はおしなべてこう何でしょう、不利な1年だったと思われます。はい、特に今年話題になったのがトルコリラですね。はい、8月のトルコリラショックっていうのがありましたけど、惜しかったです。はいはい、ここへ来てようやく何でしょう、暴落前の水準を取り戻しつつあるんですね。はい、でトルコリラの日足をご覧いただきますと、はい、今21円台ということで、はい、まあ、200日移動平均線に接近してるんですね。はい、で実は 先週月曜日にですね、CPI が発表されまして、はい、これが低下してたんですね。で PPI も低下しておりまして、はい、インフレ率低下しているからリラ上がるかなと思ったらですね、はい、トルコ中銀がその金インフレ率低下をいいことに利上げしないだろう、むしろ利下げしちゃうんじゃないかっていう恐れが出てですね、はい、リラ売られてしまったんですね。はい、まあ、エルドアン大統領がね、金がね利下げ利下げって言ってるから、そのせいだと利上げしたくない政権なんですよね。うん、そうですね。はいはい、で本日4時に発表されました第3四半期 GDP、はい、これが 1.6% ということで予想の 2%、 そして前回の 2.5% を下回る、成長率もちょっと鈍化してるんですね。うん、まあ、やっぱりインフレ確実にこれ対峙しないとですね、うん、成長率を押し下げてしまいますから、はい、まあ、娘婿の財務省の方もインフレ率はしっかり意識してますということを言ってですね、はい、市場の懸念を打ち消したわけですね。はい、で今週13日にトルコ中銀理事会がありまして、市場予想は金利据え置きなんですね。はいはい、まあ、利下げしないだけマシかなというふうに思っておりまして、はい、まあ、これ、金利のままで今後も CPI が低下していくようであれば、リラにとってはこれは押し上げ要因になるだろうということで、まあ、じわじわ上がっていくんじゃないかというふうに期待はしております。はい、トレンドラインは綺麗ですけれども ね、 そうですね、あと抵抗は200日移動平均線でしょうか。はい、そうですね、はいはい、ここを変えてくればそうなんですよということですね。はい、そして人気通貨ペアもう一つご紹介いただきましょう。はい、メキシコペソ円ですね。はい、さあこれは大統領のサイクルっていうので区切っていただいてですね。そうなんですね。あ、これメキシコペン、ペソ足、ペソ円、月足です。失礼しました。月足ですね。はい、日足ではなくて月足に修正していただければ。はい、で大統領就任の時ですけれど、はい、それぞれ見るとですね、まあ、大体ちょっと上がってるんですね、就任してから。で現状のペソ円の水準を見るとですね、過去12、3年の中では一番低い水準にあると。ということで投資し始めやすい水準、そうですね、
まあ、ただオブラドール大統領という方がちょっとこのポピュリズム的な政策運営をしているっていう懸念がありましてですね、はい、なんか何かにつけ国民投票しているということは海外投資家のちょっとこう不安感を湧き立てているというところなんですね、はいはい。まあ、ただあのアメリカカナダとの貿易協定も結ばれましたし、はい、まあ、そうなればメキシコへの投資案件も増えてくるんじゃないかと。で実際今度は鉄道施設ということも考えておりますので、徐々に経済政策運営いけばですね、水準が低いだけに、まあ、長い目で見て投資するにはいいペソ円の水準なのかなというふうには考えております。じゃあ5円台ではコツコツと安値をこう集めておけば、はい、スワップポイント狙いでですね、はいはい、ということなんでしょうかね、はいはい。水準としては今非常に低いところにあるということで、まあ、新大統領、はい、まあ、どれだけ手腕を見せてくれるかということですね、はい、はい。ではここで一旦コマーシャルです。さあ12月も押し迫ってきて年の瀬なんですが、サンワード貿易さんではまだまだ全国の投資セミナー開催が予定されています、はい、ご紹介しましょう。まずは12月13日今週の木曜日、東京金融取引所、東京は八重洲にありますが、後藤時生さんが登場いたします、はい、後藤さんの資産拡大のその手腕たるやと、まあ、不動産ですとかね、はい、まあ、あらゆるまあ投資をやられている方ですけれども、後藤さんのまあ資産運用術というのをじっくりとお話しいただけるということですので、木曜日東京金融取引所に皆さん足を運んでください。そして12月15日今週の土曜日は飯田橋で西郷隆人さんが登場します。この方は中東ドバイでファンドマネージャーとしてご活躍されたということで、はい、現在はアトラス株式会社代表、日本の株式投資におけるバリュー投資についていろいろと、はい、見識をご披露いただけるということですので、うん、ぜひねこの年末年始じっくりと時間をかけて銘柄を発掘したいという方はその発掘法、西郷さんにお話聞いていただければというふうに思います、はい。そして12月15日土曜日、高田の馬場では陳正人さんが登場いたします。 FX の投資の極意、プライスアクションの基礎と、はい、その実践に迫るお話が聞けるかと思います。まあ、プライスアクション、まあ、チャートを見ながらね、あの値動きについていこうという、ね、はい、まあ、うね、考え方ですけれども、陳さん FX 投資の業界では大変有名な方です。そして12月15日土曜日、同日開催たくさんあります。今度は八重洲です。大島照さんと松原谷さんが登場いたします。大島照さん自己物件のホームページ、はい、運営していらっしゃる方で大変有名ですが、この松原谷さんは自己物件に住みます芸人ということで大変有名な方でその事故物件にまつわるいろいろなエピソードをお話し聞けるかと思います。不動産投資に興味ある方ぜひ集まってください。そして来週火曜日です、12月18日はトコム東京商品取引所で小次郎講師登場ということで、世紀の教え魔小次郎講師の資産運用術とはということでお話しくださると思います。さあ、すべてのセミナーはこちらまでお電話ください。フリーダイヤル 0120-301-052 0120-301-052 は、あるいはマーケットスクランブルのホームページからサンワード貿易のバナーに行っていただいてクリックしていただければセミナーの詳細ご覧いただくことができます。皆様のご来場お待ちしております。
ということで今夜のマーケットスクランブル2018年最後の放送となりました、はい、ちょっとね冒頭ずこけて申し訳なかったんですけれども今年もいろいろとありがとうございました。ありがとうございます。ではね2019年もいい年になりますように、はい、ぜひまた来年もよろしくお付き合いいただければと思います、はい、それでは松永さん陳さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんまた来年お会いいたしましょう。ごきげんよう。